渡辺 GM 兼監督代行戦力になってくれる。移籍後初出場の西武松原は6打数0安打。広島マット・レイノルズ内野手が26日、自身の SNS で左肩の手術を行ったことを明かした。インスタグラムのストーリーズに先週、肩の手術を受けました。広島の方々には、私や家族にとても親切にしてくれたことに感謝してもしきれませんと投稿した。得点力アップと期待されたが、開幕2戦目の3月30日 DeNA 戦で左肩痛が悪化。翌31日には出場選手登録を抹消された。なんやこれ、マクブルーム、デビッドソン、早く来てくれー。デビッドソン残すかマキノン・ブリンソン取ればよかったのに。草すら生えんわ。去年の二人を切った意味わからんよな。再契約金と年俸アップが前提になるのがネックオスな。サンタナくらいの助っ人なら大金払おうかと思うが、微妙すぎる。レイノルズこんなダメとは思わんかったわ。マジでここまでひどいのは珍しいわな。助っ人外国人が終わってて代わりの一塁の堂林も打撃終わっててよく首位になれるな。エルドレッドと再契約や。エルが連れてきた助っ人みんなゴミなんだよな。選手としては大好きだけど、スカウト適性は皆無やわ。これで首位なんすから。エルドレッドは奇跡的な当たりだったんだな。その前はロペスくらいまで遡る？一軍の試合に無駄に出てないだけどっかの奴らよりマシ。試合に出てこない分のイジーミエセスよりはマシ。ご視聴ありがとうございました。